こんなこといいな、できたらいいな、ピンチあの、なんていうことでしょう。なんと、YouTube で、キッズ向けチャンネルの設定が必要になって、で設定しなくても、えー、AI がですね、まあ、自動で判断して、キッズチャンネルというふうになってしまった場合、えー、広告が、 つかなくなってしまうということが、えー、私の方にもメールで届きました今ですねユーチューバー界ではこの話題で大騒ぎでございますはい、えー、私もねあのまあ子供のい,いろんなキッズに見ていただいた方がまあ再生数も上がるのかなぁなんて思ってキッズチャンネルをね解説しようかななんて思っていたところにこのニュースやばいぜということでね えーまあ、今、あのー、YouTube の方でね、設定をあの動画ごとにするか、そのチャンネルでもうキッズ向けか、あのー、全般向けかっていう、えー、設定をしてくださいというか、義務付けられましたというメールが来ましたので、これから設定してみようと思います。では、ご参考に動画をご覧ください。どうぞ。 はいえー、スマートフォン版の設定の仕方を見てみよう動画を選んで編集ボタンをクリックそして、えー、設定ボタンでここをタップしますそして子供向けかどうかを選択そして保存することによって子供向けかどうかを設定できますチャンネルごとの設定ができるのか見てみよう設定はいそのような機能はまだないようでございます はい、ということでね、とりあえずその動画ごとの、えー、キッズ向けかどうかの設定っていうのはできたんですけども、チャンネルごとに設定するという機能はですね、今現在、まあ、その方によって異なっているのかもしれないんですけども、私のクリエイターツールではまだできなかったですね。それが今後実装されてくるのかと思いますので、それでですね、えー、キッズ向けのチャンネルなのか、両方混ざっているチャンネルなのか、 えー、本当にね、えー、汎用の一般向けチャンネルなのかをですね、えー、設定していくような、えー、今回の案内だったようでございますまたね今後またあいろんなね展開等があるかと思いますので、えー、またその時はね、えー、動画で上げさせていただきたいと思いますではまた高幸の報告でございました